後ろ4番箱田雄貴は4番手の位置、まだ動いていきません。残り2周を切ります。短期の6番高橋康弘も動きなく7番手の隊列ですが、内目を除いて4番手に来そう6番の高橋。岸直樹の4番手に内目切り込んできて、4番箱田雪は入られてジャン前仕掛けますが、岸が突っ張る誘導外れて残り600。箱田の進撃を一発で合わせ切った1番岸直樹、途中切り替えた6番の高橋康弘ですが、また1射入られて4番箱田の後ろには6番の高橋康弘、外目7番須永雄太、後方が競り合いとなりました。前は1番岸直樹と5番藤田雅也、後方大きくもつれてしまって6番の高橋康弘と2番の庄司信弘、両者が転倒。前は岸が先頭で2番手5番藤田雅也、3番の渡辺春人も3番手、あとは取り切った4番手の位置から4番箱田雄貴、前にどこまで迫れるか。さあ今度は5番の藤田雅也、渡辺春人も並びかけて降臨、3着に1番の岸直樹。